皆さんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りますするガンバマサルです。さて今回はヌンチャク超入門編のその7になりますかね。ちょっとねおさらいしていきますね。まずその1は構えだったりこの入れ替えだったりをしました。その2は回転アップで、その3は下振り下ろしでしたね。3は振り下ろしで、4は今朝打ちでしたね。で、5は三角形で、6はこの上からの打つというものでした。で、今回はその7になります。で、その7はよく見るやつ、この8の字回転ですね。これについて解説をしていきたいと思います。はい、8の字回転なんですけれども、多分やっちゃえばできちゃいます。はい、ただしやっぱりなんか人によってですけど、まあ、スピードを意識してるのか、あとはその無着の流れが読めてないのか、こうブレブレになっちゃう方がいると。じゃあこれを直すために本当超初心者よって言ってるんで、まあ、本当に初心者のための、説明をしていきたいと思います。この8の字回転なんですけど、大きくするとこういう回転なんですね。こうこう、ここから見るとこう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 、イメージ的に無地で打ってるイメージ、バチン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 とこうバッテン回転、このバッテン回転ですけど、よく見ると大きく8を書いてると。だから8の字回転、はい、まあ、海外だとフィギュア8っていう技なんですけど、8の字回転をしてると、うん、まず回転がよく分かんない方はこれを思い浮かべる。バチン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 、このイメージ。はい、でこれ実はこの8をきれいに同じ軌道を取ってます。うん、ここ意識です。これは例えばこうなんかよく分かんない、いろいろ8がぐちゃぐちゃになると良くないので、しっかりきれいに同じ軌道でできるようにレールを想像してもらって、そこにまあ、ただ腕振り回すだけでそうなるんですよね。でこの軌道が分かってきたら、これをコンパクトにするんですけど、コンパクトにするときにはこれが次手首が重要になります。こうちょっとこういう感じ、こうこう、手首だけで、別にこれまあこう大きく回す方もいるんで、これはこれでいいんですけど、一旦手首でも回すように、大きいのと手首だけで回すのもどっちもできるようにしていただきたいな。はい、こういうことですね。ゆっくり回すとこんな感じで、この前のやつでも言ったんですけど、ヌンチャクの軌道をしっかり読んであげると、今このヌンチャクがどっちに行きたがってるのかな、そういったことを意識しながらこのヌンチャクをコントロールしていただきたいんですね。こうこうこう、うん、ということなんです。よいしょよいしょ、うん、はい、うん、しっかりヌンチャクの流れ読んで無理な力を加えないと、まあ本当にちょっとヌンチャクに引っ張られてるというとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあついていってあげるってことかな、そういう感じで意識してくれればと。でさっき言ったように同じ軌道で取るんですけど、同じ8の字回転、はい、それは意識しておいてください。じゃあこれどこで止めるのかって話なんですけど、ここで止めてほしいんですよね。はい、もう一回解説をするとここで止める、わかりました。こっち回ってからこう入れます。ここ回った後にこっち、そ体のこっち側、外側を回ってきた後に脇に入れてる感じなんですよね。はい、でイメージしてほしいのは、まあ、さっき言った8の字を書いてると。で8の字の書き始めが真ん中の点、書き終わりも真ん中の点と思ってください。そう考えると今書き始めました、書き終わりましたってこと、書き始めた書き終わった、ここです。1,2,3ってことですよ。1,2,3ってこと、1,2,3ってことですね。はい、1,2,3しっかり綺麗な8を描いて、こう、そう、左右対称にいきたいですね。左右対称に8を描くっていうふうに意識をしたいということですね。でうちの教室ね、僕がやってる教室ではこうやってますっていうふうにやってるんですね。8の字2回書いてるんですよ。じゃあ説明すると、書き始めた、1回目終わった、2回目書き終わった、ここってことなんですね。書き終わった、ここリズムとしては1、2、
2の3個。1、2、3。1、2、3。この1、2、3が分かりづらい人は1、2、3、4、5でもいいです。1、2、3、4、5。はい、1、2、3、4。ただ僕は1、2、3でやってるんで、ごめんなさい、1、2の3でいきますね。で、この後脇に挟んだ後に通しっていきたいです。流れで言うと1、2、3と4、1、2、3と4、1、2、3と4ってことですね。はい、で、今1、2、3と4、3の時にいちいち脇に挟んでるんですけど、まあ、これはこれで決めポーズとかに使えばいいからいいんですけど、今やったら1、2、3と4っていうリズムでやるときには脇に挟む必要はなく脇で弾いてます。どういうことかというと1、2、3と4、そう、脇締めてないんですよ。いきますよ、1、2、脇で締めず、ここを90度にして弾いてます。1、2、3、わかります？いきますよ、近づいて、はい、1、2、3と4、そう、脇で弾いてあげてます。1、2、3と4、1、2、3と4、こちらと1、2、3と4、1、2、3と4ってことですね。慣れてきたらスピード速めて1、2、3と4っていうふうにいけるといいですね。で、まあ、この基礎練では2回転してますけど、別にこれご自身でルーティーンとか作るときに別に1回でもいいですし2回以上でもいいですからね。まあ、2回やると、まあ、1回でも、まあ、それ以上でもできるようになると僕考えてますんで、一応2回で練習してます。で、もちろん左手も頑張ってやってください。まあ、左手というか、利き手じゃない方で、ね、もう頑張ってやってください。で、この時に、まあ、その前の動画でも言ったんですが、この場でやるよりは、つま先返す、ちょっと前に出す。ちょっと前。の方が、見栄えがする感じですね。1、2、3と4。そうで、利き手じゃない方、やっぱりちょっと難しいので最初にバチンバチンっていうのをちょっと体に入れ込んでください。バチン、まあ、バチンバチンというのは、あとはそのあれですね、さっき、何回も言ってこう手を伸ばしてこうやってゾウさんゾウさんのイメージで、これをやると、はいはい、でこれが体に入ってきたらコンパクトにしてあげる。そしてこうこう、最初は脇挟んじゃってもいいですからね。慣れてきたら脇で挟むのではなく脇で弾いてあげるということですね。軌道でやるように心がけてください。というわけで今回はこの8の字回転についての解説でした。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。